この項目では、かつてベルギーに存在した国営の公共交通事業者であったビシナルが1980年代に導入した連接式電車について記す。旧型電車の置き換え用として当時残存していた路線に導入され、2020年、現在も同社の路線を継承した各事業者が所有する。ベルギーには1991年まで国内の地域輸送を担う公共交通事業者のビシナルが存在しており、最盛期にはベルギー全体に 4500km 以上という網の目のような巨大鉄道網を築き上げていた。だが、第二次世界大戦後はモータリーゼーションの進展によって路線網は路線バスへ置き換えられ続け、1978年に首都ブリュッセル近郊の路線が廃止されて、以降、残存するのは、シャルルロア地域と北海沿いを走るベルギー沿岸軌道のみとなった。これらの路線では、1950年代以降、導入された S 型電車をはじめとした車両が使用され、一部は近代化工事も行われたが、老朽化が進行していたこともあり、ビシナルは今後も存続することとなっていた2路線へ向けて、新型車両を導入することを決定し、1980年に同国の鉄道車両メーカーである BNA へ向けて発注が行われた。そして同年以降製造が行われたのが LRV とも呼ばれる連接式電車である。導入先の線形条件に合わせて、変運転台、両運転台の2つの仕様が開発され、前者は定員数が多い一方で乗降扉は、車体右側のみに設置されているほか、車内の座席配置も異なる。電気機器は、ベルギーの電機メーカーであったACECが製造を手掛け、前後車体に設置された動力台車には、主電動機が1機ずつ配置されている。1980年に、片運転台と両運転台双方の試作車が製造され、試運転を経てまず両運転台車両の量産が行われ、シャルルロア地域に導入された。一方、変運転台車両については、当初の3車体連接車から2車体連接車への変更などの見直しが行われた後、1982年以降、ベルギー沿岸軌道へ量産車が導入された。その後の動向は以下の通りである。ベルギー沿岸軌道概要集端に、ループ線が存在するベルギー沿岸軌道には、片運転台車両の量産車が1982年から1983年にかけて49両導入され、先に製造された試作車の6線とともに旧型電車を置き換えた。同路線の運営権が1991年にドゥレインへ移管された後、1993年から1996年にかけ16両に対して中央部が低床構造となっている。中間車体を新造、増結する工事が実施された。それ以降も32両が高床式の2車体連接車のまま残存していたが、BSI 式連結機が突き出る全面構造について安全性の問題が指摘され、連結運転が中止されたこと、2000年からドゥレインが運営する路線網で65歳以上の高齢者が無料で利用可能となり、利用客が急増したことなどの理由から、これらの車両についても2002年から2003年に同様の改造が行われた。ただし先に改造された車両と比べて、中間車体の車体長がわずかに異なっており、車内の座席配置や着席定員も増加している。また、これと同時に、前車とも運転台への冷房装置の搭載も行われており、それに合わせて、運転台側の前面デザインが変更されている。それ以降、長年にわたり両車ともに、ベルギー沿岸軌道の主力車両として使用されていたが、製造から35年以上が経過し、老朽化が進んでいたことや、さらなる利用客の増加、延伸への対応などから2020年以降同路線には、スペインCAFが製造する超低床電車のウルボスの導入が始まっており、2020年代までに、大半の車両が置き換えられることになっている。3車体連接式の部分超低床電車へ改造後の使用諸元は以下の通り。この表では1993年から1996年に改造された16両を一時更新車、2002年から2003年以降改造された32両を二次更新車と記す。ギャラリーシャルルロワプレメトロシャルルロワ市内に残存していた路面電車網には試作車を含めた両運転台車が55両導入されたが、当時のシャルルロワでは路面電車網の路線バスへの置き換えが進み車両数が過剰であったことから、ビシュナル時代に営業運転に使用されていたのは29両に過ぎず、半数近くの車両は部品を外され、屋外に留置されていた。その後、1991年に運営権がワロン地域交通公社に移管されて、以降はプレメトロ網の延伸によりこれらの留置車両の復旧作業が進められた。また、ビシュナル時代の車両番号は6100番台であったが、ワロン地域交通公社への移管後は塗装変更に合わせて7400番台に改められた。2020年現在も、シャルルロワプレメトロ唯一の営業用車両として51両が在籍しており、2017年以降は45両に対してアルストムによる延命を兼ねた近代化工事が進められている。ただし、ベルギー沿岸軌道と異なり、車体形状の変更や中間車体の増結などの大幅な改造は行われていない。シャルルロワ向けの両運転台車として製造された6102については、製造直後の1981年に6103と衝突事故を起こしたことで、同車の再利用可能な車体や機器を用いた改造が行われたほか、試作車から中間車体が転用され、3車体連接式に改められた。その後は、シャルルロワプレメトロではなく、ベルギー沿岸軌道へ導入された上、営業運転には短期間しか使用されなかったものの、2020年、現在も同路線の事業用車両として在籍する。なお、廃車された6103については1984年に再度同一番号の車両が製造されている。ありがとうございます。